こんにちは、高橋科院長の高橋康史です。動画を最後までご覧ください。高橋歯科は治療前に必ず患者さんのお話を聞いて、患者さんに納得していただいてから治療に入ることを心がけています。当院の特徴は朝5時55分から昼の12時30分まで診療しております。昼間や夜に時間の取れない患者様にも通いやすい診療時間にしております。すべての部屋が個室になっておりますので、患者さんがリラックスして診療を受けられる体制になっております。私は2001年この上飯田で開業し、多くの患者さんに出会いました。地域の人に愛される歯科医院をこれからも作っていきたいと思います。私たちは名古屋市北区森山区上飯田周辺の患者さんに満足していただける治療を提供しています。高橋歯科へのご来院お待ちしてます。